はい、というわけでね、皆さんおはようございます。今日は朝5時から起きましてね、まあ5時いうかもともともっと早く起きてたんですけど、ちょっとね、釣りに行こうかなと思います。だいたいね、この時期になると釣りに行くんですけど、ようやくね、この3月入ってこの渓流釣りがね、解禁日になったということで、早速ちょっと岡山のね、上の方に行こうかなと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。今日はね、こちらね、渓流釣りって、この一日の釣りのやつね、はい、というわけでね、今日はこちらでね、釣りをしようかなと思います。3800円で1日で釣り放題っていう渓流釣りのね、場所なんですけど、こちらクーラーボックスです。氷が入ってます。で、この中は撮影機材と釣り道具が入ってます。こんな感じです。今日は餌はこちらですね。エビ、オキアミですね。オキアミとイクラ、生いくら使っていきます。
いで。釣れた。大きい。うわ。立派ですね。これ釣れました。買いました、これだいたい200円もしないぐらいなんですけど、もうこれ一つでね、全てセットというか重りもついてあって、この目印のやつもついてあって、目印のやつ、まあ、ついてるんですけど、もう今使ってね、でもうそのまんますぐね釣りができるっていう、長さもねもう調節してあるんで、これがすごいいいです。2匹目です。釣れました。3匹目ゲットしました。やべ、あ、というわけでね、もう今日はこの辺にしようかなと思います。まあ、この辺にしようかなって言って もう昼過ぎ、まだまだ昼過ぎなんですけど、ちょっとね、やっぱこういう山なんで、さばいて焼いていこうかなと思います。まあ、ここだからできる場所がね、場所なんですけど、ちょっとこちらね、小屋みたいなね、ここでバーベキューできる感じなんですよね。はい、でね、ちょっと完全になんか YouTube 的なね、ちょっと雰囲気の場所を使って今日は焼いていこうかなと思います。まあね、ちゃんとね、トイレもね完備されてます。女子トイレと男子トイレ、まあねありますね。めちゃめちゃね、大アクシデントです。前ね、バーベキューした時に、まあ、これ持って帰ってくれって言って持って帰ったんですけど、組み立てパーツネジがなくて、これ台にならないということで、あと網が入ってなくてどうしようと。
スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。釣れた、ね、このヤマメ、てかアマゴかな、3匹です。ちょっとこれさばいていきます。というわけで出来上がりました。カップルヌードル。お先にいただきます。はい、最後の仕上げです。ちょっと見栄えがね悪いですけど、ちょっとなんとかできました。いただきます。うまい。身が甘いですね。甘いというか、脂が乗ったり、ね、まだ寒いシーズンなんで、